そしたらですね、少し計算例ですね、ちょっと時間がギリギリなんですけれども、一応半までやって、その後15分休憩ってことになってるんですが、まあ、さっきちょっとやりかけましたけど、実際ちょっと計算をね、いろいろ皆さんにやっていただくといいと思いますので、一応この資料最後まで説明したら、休憩プラスちょっと皆さんでお手元で計算をしてくれればと思います。なので、まあどうしようかな、11時10分ぐらいに講義を再開っていうことにして、ちょっとそこまでね、いろいろ休憩兼、自習ということにしたいと思います。で、最後にですね、計算例を少しお話ししておきます。それで、ですね、これがいわゆるストロングスケーリングというやつですね。それで、全体のこれはですね、ちょっと問題、N っていうのが多分これ要素数だと思います。NE ですね、実際は。で、10の4乗、1万の時と10の6乗の時というのをやっています。それで、左側が1コアを基準で、右側が16コア、1ノードを基準にした場合の、速度の伸びです。で、1からですね、192ノード、失礼、1から192コアまでですね、対数になっているんですけども、書いてあります。それで、これ実はね、両方対数になってるんで、それほど割とそんなに性能悪くないように見えるかもしれませんけれども、例えばね、この n イコール10の6乗を見てやると、192コアのところで 87.5 の伸びしかないんで、要は並列化効率でいうと 50% 割ってるってことになるんですね。でも皆さん、サイエンスの人なのでよく知ってると思いますけれども、両対数のグラフを使ってる人を見たら、その人のやってることはちょっとうさんくさいというふうに思っていただくのがいいかと思います。要はね、あんまりこれだと、はい、よくうまくいってるじゃないかというふうに見えますけれども、実際はね、こんなに違うわけです。それはさておきなんですけれども、まずですね、この10の4乗と10の6乗を比べてみるとですね、当然通信は必ず起こってるわけですね。ですけれども、計算と通信 の比率というのによって、この通信のオーバーヘッドというのは決まってきますので、やはりこの10の、4乗にするとですね、あるところでもうこうやってです、ね、かえってですね、プロセッサーを増やすとですね、計算速度が遅くなってしまうというような、傾向が見られます。で、それに対して10の6乗の方は、そこそこ頑張ってやってはいるんですけれども、ただ見ていただくと分かるように、あんまり性能がよろしくないということが分かると思います。で、これはですね、1コアを基準にした場合なんですね。それで、あと、ここにちょっと書いてありますけれども、n イコール10の6乗の場合はですね、特にこのコア数が少ない場合にですね、多分制限時間内に計算が終わらないと思うんですよ。ですので、100回の反復に要する時間ですね、それで、この性能を取ってます。で、実際はですね、この並列にしてもですね、答えとか反復回数が変わらないというのは一応、確認しておいていただきたいんですけども、今前処理がね、この対角スケーリングっていう簡単な前処理をしているので、プロセス数が変わってもですね、反復回数は変わりません、はい。丸め誤差の関係で1回ぐらいずれる可能性がありますけど、このぐらいの問題だと、それはないですね。なので、これ前処理をちょっと別のものにすると反復回数変わったりするんですが、今の場合は基本的にそういうことはありませんので、100回で打ち切ってもですね、特に答えは出てませんけどね、性能を測る上では特に問題はないということです。で、これはね、特にこの東大の FX10 で測ったんで、でかつここは確か10分までしか計算できないですよね。確か。そうだっけ、誰か知ってます？TA の人知らない？確かね、スクールは確か10分までだったような気がするんで、ちょっと短めなんで、多分10の6乗はですね、ちっちゃいプロセス数では計算がちゃんとできないと思います。ですので、100回とか1000回とかね、そのぐらいにしてやってみるといいと思います。で、それに対してね、右側は1コアじゃなくて16コアですね、1ノード16コアの場合の性能を16とした場合にどうなるかということですね。で、この場合はですね、実はこれが理想の曲線なんですけども、
32コアにしたとき、まあ 39.9 ですから40ぐらいですね。ちょっとこの理想よりいい性能が出てるんですね。でこういう左上に行っちゃってるのは、要は本来の理想のスピードよりも、高いスピードが出てるということです。で192の時には、まあ、197.6 っていうことでちょっと戻ってはくるんですけども、まあ、こんな感じになってるってことですね。で逆にちょっとこちらを見ていただくとですね、まあ、1コアの時を1としてます。で2コアの時は2になってるんですね。ですから4コアの時は 3.7 でちょっと、鈍っている。で8に対して 5.9 ってことですね。で16の場合に 7.1 ということなんで、まあここでですね、あんまり性能が伸びてないわけですね。ただ濃度数を増やしていくと、まあ、ちょっと回復はするんですけども、まあ、要は1から16にした時にですね、あまり性能が伸びていないということがこれでわかると思います。で逆にですね、16を基準にとってやると、まあこういうですね、かなりいい性能が出ているということがわかります。なんでこれちょっと自分でですね、後でやっていただければと思うんですけども、結構ね、2つの重要なことを含んでいます。要は1から16までやった時に、なんでこんなに性能が上がらないのかってことですね。であとね、なぜその理想よりも高い数字が出てきてしまっているのか、で、まあ、2つポイントがあります。それで、まあ、理想値からのズレってことなんですけれども、まあ、これも昨日少しお話があったかもしれませんけれども、MPI の通信そのものに要する時間というのがあります。要は MPI アイセンドとかね、アイレシーブとかデータを送るわけですよね。ですのでその、時間というのがあります。それで、まあ、濃度間においてはその通信のバンド幅っていうのがありますので、それによって決まります。ちょっとこのギガビットイースターとかすごく古いのが書いてありますけども、まああるね、K なら K、FXN なら FXN っていうのがあって、その、まあ、データサイズを通信バンド幅で割ったものになります。ですから、まあ、基本的にはね、通信の量が多ければ多いほどこの通信時間っていうのはかかるわけですし、まあ、少なければ少ないということになります。ただね、実際はですね、今のような計算の場合、例えば内積1個のスカラーの内積を取ったりとか、あるいは1個の値を隣に送ったりっていうような場合にはですね、この通信の時間はほとんどかかってません。でもっとかかっているのがこの立ち上がり時間ですね。で、まあ、レイテンシーなんていうふうに呼んだりしますけれども、これはもう送るデータのサイズによらずにですね、とにかく MPI の何か関数を呼んだら必ずかかるオーバーヘッドです。でむしろこちらの方がね、大きいというふうに考えられます。で、まあ、呼び出し回数が多くなるほど、増えますし、あと、まあ、プロセス数が増加すると、まあ、全体的にですね、動機がちょっと取りにくくなってずれたりしますので、余計そのレイテンシーというのは増えてきます。でこれはですね、大体数マイクロセックから、まあ、多い時には数十マイクロセックぐらいのオーダーになるんですね。ですので、まあ、今その通信のね、この速度っていうのが、まあ、大体ギガバイトパーセックのオーダーですから、まあ、10の9乗バイトですよね。ですから1ワードしか送らないっていうような場合には、まあ、圧倒的にこちらの方がね、多くなっちゃうということになるわけです。まあ、似たようなものとして、この動機のためのオーバーヘッドっていうのがあって、まあ、これと似たようなものですけれども、まあ、そういうものがあるということです。でね、まあ、計算時間が小さい場合には、まあ、こういうオーバーヘッドの効果というのは無視できないわけですね。で昨日やっていただいた一昨日だったかな、数値積分、台形積分のやつがありましたけれども、あれもね、まあ、N がちっちゃいと、どうしてもですね、早めにへたってしまったわけですね。なので特にこの送信メッセージ数がちっちゃい場合には、このレイテンシーというですね、この MPI のこの立ち上がりの時間というのが効いてきます。はい、あとですね、1コアでから16コアであまり性能が出てない件なんですけど、これは通信というよりは、まあ、メモリー競合ですね。まあ、結局コアが16コアってですね、こう1つのメモリーをこうやって見に行くわけですね。ですのでどうしてもですね、一つのメモリーバンド幅っていうのも限りがありますので、16個を同時に使うとですね、まあ、どうしてもこの2コアとか4コアの時に比べると、まあ、このメモリーへの負担がちょっと少ないんですよね。ですので、まあ、そういうね、通信というよりは、まあ、メモリーですね、の効果というのが大きいと思われます。ただね、これは台形積分をやった時の結果なんですけれども、
台形積分の場合には実は1コアを基準にしてもですね、1コアから16コアまで全然こうやって変わってないわけですね。まあ、もちろんこの n がちっちゃい時にはどうしてもね、こうやってへたってきますけれども、まあ、10の8乗10の9乗ぐらいだと、まあ、ほとんどこうやって直線上に並びます。でこれなぜかっていうと、まあ、台形積分って実はほとんどメモリー使わないんですよね。これもちろんなんていうんですかね、インプリメンテーションにもよりますけど、基本的にはスカラー数個あれば台形積分ってできますので、メモリーをほとんど使ってないんですよね。ですので、まあ、さっき言ったようなメモリー競合っていうのは起こってないんだろうと、まあ、推測しています。はい。まあ、1データはオールリリースするだけということもありますので、はい、なのでちょっとね、教育購買法と、台形積分はそこら辺の事情が若干違うということも、一応頭に入れておいてくれればと思います。すいません、ちょっと時間が過ぎちゃったけども、まあ、キリがいいんで最後まで言っちゃいますね。それでいわゆるこの、理想の曲線より上に行ってしまうようなことをですね、まあ、スーパーリニアって言います。まあ、ストロングスケーリングにおけるスーパーリニアということになるわけなんですけども、まあ、普通はね、こうやって、まあ、性能ってだんだんこの通信のオーバーヘッドで下がっていくもんなんだけども、まあ、スカラープロセッサーの場合ですね、まあ、こんな感じで上に出てしまうことがあるということです。で、まあ、ここら辺はですね、まあ、結局計算機の構造によるものなんですね。で、ですね、これずいぶん古い計算機なんですけど、右側が地球シミュレーター、初代の地球シミュレーターです。それで左側がですね、IBM の SP3 って言って、まあ、パワー3ですね。今パワー8ってのは出てこようとしてるぐらいですが、まあ、もう10年ぐらい前の計算機なんですが、まあ、左側はですね、スカラー計算機 の, かなり典型的な挙動です。で、今皆さんが解いてるような、まあ、有限要素で出てくる ICG 法っていうね、CG 法の計算時間、のこの性能を表したものです。で、横軸が問題サイズで、まあ、縦軸がギガフロップスっていう性能なんで、まあ、大きければいいんですね。で、ベクトルキーってこうだん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 問題サイズが大きくなると性能が一定化してくるんですけども、こういうね、スカラー機の場合にはですね、問題サイズが割とちっちゃい時に性能が良くてですね、大きくなると、まあ、性能が悪化するという傾向が見られます。で、これはですね、まあ、簡単に言うと、まあ、いわゆるキャッシュにデータが載ってるか載ってないかっていうね、その差なんですよね。それでキャッシュの、ありがとうございましたね。で、普通このスカラープロセッサーっていうか、今のまあマイクロプロセッサーっていうのは、CPU があって、まあ、レジスターがあって、で、メモリーに昔は直接くっついてたんですけど、まあ、メモリーの速度が非常に遅いので、今そのキャッシュっていうね、非常に速い小型のメモリーをつけているものが多いです。で、例えば FX10 なんかは L1、L2 っていう2層 のキャッシュを持ってますし、まあ、ものによっては3層とか4層とかね、随分多段階のキャッシュを持っているものがありますけれども、基本的にはね、ちっちゃいサイズのデータをですね、このキャッシュに置いてあって、それをね、うまく使い回してやれば非常に高い性能が出るということになるわけです。で、このぐらいだとですね、全部のこのベクトルとか行列のデータがキャッシュの上に載っちゃうんですね。ですので非常にまあ、早く計算ができるわけなんですけども、ある程度データが大きくなるともうキャッシュから溢れてしまうんで、まあ、いちいちデータをメモリーに取りに行かなきゃいけないんで、すごく遅くなるということがあります。でね、結局ストロングスケーリングをしてやるとですね、1プロセッサーあたりの問題規模ってだん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 ちっちゃくなってくるんですね。ですので、あるところに来るとデータが全部キャッシュに乗るようになる。なので通信のオーバーヘッドはあるんだけども、まあ、例えばこれとこれ比べるとですね、倍以上速度違うわけですよね。ですので、もしここにうまく入ってくれれば、まあ、そのスーパーリニアのようなことが出てくるということになります。なんでどうしてもですね、あるところではこうやって上に出てくるんですけども、ちょっとですね、またプロセスが大きくなってくると、まあ、通信のオーバーヘッドの方が勝ってしまって、まあ、下に来てしまうというようなこともあります。まあ、ここら辺のこともね、ちょっとあまり時間ないですけども、まあ、このちょっと実習の中でやっていただければと思います。はい。あとはですね、さっきちょっと言いましたけれども、実はこのメモリーですね、データをこのコピーするところでも意外に時間がかかってます。
なんで特にこのね、あの受信バッファーから代入するところをうまく、省略するようなことっていうのを、今日の午後のね、あの演習で取り組んでいただければと思います。はい。じゃあ一応ですね、並列有限要素としてはこれから3次元の話ありますけども、あのアルゴリズム的にはもうほぼこれで卒業ということになります。ですので、今この、ね、資料をちゃんと理解できれば、まあ、皆さんはこの並列有限要素法を私はちゃんと知っていると、世間に対して言うことが、別に世間に対して言う必要は全然ないですけどね、自分で考えることができます。で、ちょっとどのぐらい、かなりね、全体的に駆け足でやってきたので、どこら辺まで皆さん理解でいただいたかっていうのは、質問なんかを聞いている限りは皆さんよく分かってるんじゃないかなと思うんですけどね、やっぱりこの局所分散データ構造の適切な設計にも尽きるんですよね。やっぱりこれがないと今言ったように簡単には実はできません。ただいろいろ問題があってね、並列メッシュ生成とか、あと可視化については明日少しお話ししようと思います。あと今解いてる問題は非常に条件のいいね、簡単な問題ですけれども、もっと難しい問題を反復で解かないような場合ね、この前処理をいろいろ工夫する必要があります。ここら辺はね、まだまだ、研究分野です。あと実用的な点でいうとね、やっぱりこの IO ですよね。計算ですよね。計算速度はあります。で、メモリーのスピードが若干それに追いついてないところがあるわけですね、今。で、かつネットワークは、さらにそれより、追いついてない。だけど一番遅いのはやっぱりこの IO なんですよね。ディスクに書き出したり読み込んだりするところというのは、CPU の速度が発達するのに比べるとだいぶ遅いですね。で、かつ計算の規模ってどんどん大きくなってますから、その IO の分で非常に負担がかかります。ですから実用的なことを考えると、ね、やっぱりこの IO をどうするかっていうのはいろいろ解決しなければいけない問題があって、もちろんこれはアプリケーションだけじゃなくてね、ハードウェアの作りからいろいろ考えなければいけないというところがあります。はい。なんでいろいろ問題点はありますけれども、とにかく計算そのものはね、これをちゃんとやれば、できるということになります。なんで1ページでまとめるとね、こんな感じになります。とにかくこういう局所データをちゃんと作ってやれば、大体差分とか有限要素とか、あと有限体積法みたいな、こういう素行列を係数とするようなアプリケーションについてはほぼ同じやり方が適用できます。あとはその境界要素法の中でもファストマルチポールみたいなのを使っているものですね。で、それ以外にその密行列を係数とするようなアプリケーションっていうのがあります。そのスペクトル法を使っていたりとか、あるいはその、N 体問題みたいなものであったりとかね。で、実はそういうものはですね、もうちょっと簡単なデータ構造で実は、できるんですね。ですので、むしろこういう素行列を係数とする方が、データ構造としてはちょっと難しいということが言えると思います。で、ポイントはね、いくつかあって、この基本的にこの SPMD の考え方を使うということと、これは並列の場合同じなんですけど、あとこの内点から外点の順番にこの局所番号付けをするっていうことが実は非常に重要です。はい。で、あとこの通信テーブルを作るということですね。なんで、基本的に通信っていうのをね、とにかく境界点の値を送って、で、受信バッファーにはその外点の値を受け取るっていう形を作れればね、それほど難しくないということが言えます。はい。ちょっと最後駆け足になりましたが、以上です。なんか全体を通してでも結構ですので、質問はありますでしょうか。